縦行って、上げ切った来た決まった <laughs> すげえよく上げ切ったな、菅原。いや、富安のインターセプト素晴らしかったっすね。で、ニアのマークすげえ緩かったね。やっぱ今のドイツこうなってるからな。自分で行ったのさすがでしたね。ここでね、クロスへの入り方が本当素晴らしかったっすね、伊藤の。一回背中入ったところから前で合わせるっていうね。まあ、ドイツはより一層ボール持つ展開になってほしいけどね。 やばい、ばい、やばい、外開いた。うわ、フィアでやられるやつだ。うわー、決められた。で、ね、でもやっぱりそうでしょしろ、この、ずっとシロッターベックが、開いてここでボール持っててくれたから、ここ、縦になっちゃって、こう、潰されるとこがあった。でも、今のやつだとシロッターベック中いるから、ギュンドアンにもこっちにもパス出せるんですよね。で、ギュンドアンの、ま、技術的な。まあ、めちゃくちゃうまいけど、あれぜ、普通できないけどね、あのギュンドアンのプレー でも今の立ち位置ってたまたま取れたから、ショットアベックずっと今後も取れないとき取れないだろうから、どっちかっていうと日本はこの前からのプレスのかけ方のところ整理したいけどね、まあ。まあ5年間整理できてないからしないんだけど、一応こういうこと言うから俺も解説だから。<laughs> 整理したいですね。しないのは知ってるよ母歯がめっちゃ空いてる。これありがたいね。来たおい、えー、<laughs> ディフェンスひでえな、ドイツ。 もう全然ロックできてないからさ、視野の中に全然入れてないし、ファーも空いてるしさ、きついよな、これじゃ。だし、日本勝てるよ、やっぱり。決めたのすごいけど、もう、マジでセオリー無視したディフェンスしすぎだもんな。そう、これで背中入った時ほっといてるじゃん。で、中のマークも全然さ、この、リディガン、最後に決めたさ、伊藤のとこもリュディガンがつくか、中盤の選手戻ってマークしてなきゃいけないんだけど。そう、だから、 あの最初司令官の要素がないから身体的スピード入いんだけど情報処理のスピードが遅すぎるのこの勢いでもう1点取りたいですねリードしたいですねしっかり勝ちたいさあ久保自分で行くっしょうわ渡したうわ優しい <laughs> 聞き足もあったのかもね日本勝ったなこれじゃがなこれだからいいけど久保みたいに今もんじゃったら話変わってこない <laughs> ここまでだよね、ジャガーって。これもんじゃったら話変わってくるよね。いいクロス素晴らしい。あの、久保弱点ないな、もうな。このクロスが手前引っかかってたのよ、ずっと。ソシエダとかでも良くなってたんだけど、素晴らしかったね。でも、ドイツはもう無理だ。<laughs> ドイツはもうクロス対応が雑すぎる。素晴らしかったね。